YSL× 平野翔朝から元気をもらえる翔くんの最新インスタグラムストーリーまとめ平野翔と YSL の素敵なコラボレーションアイシャドウを使ったメイクアップレッスン翔くんのインスタグラムストーリーを見るたびに彼の魅力に引き込まれてしまう彼の端正な顔立ちと誠実な性格が画面を通じて伝わってきて朝から元気をもらえるのだ特に今日のストーリーは 一日の始まりにぴったりのもので、彼のおかげでまた一日を頑張ろうという気持ちになれた。彼のストーリーは、まるでファンの心に寄り添う一つの力のようだ。翔くんの魅力はその見た目だけではない。彼の真面目で誠実な性格が、彼の魅力を一層引き立てている。ある日、さんまさんが、男前やな、と褒めたことがあった。さらに、岸くんも、きれいな顔と評していた。 これらの言葉は、同性からの評価であり、翔く君が本当に魅力的な人間であることを証明している。同性からの評価は、しばしば最も信頼できるものであり、それが翔く君の本当の価値を示している。翔く君が YSL のアジアアンバサダーに選ばれたことは、多くのファンにとって大きな喜びだった。YSL のアイシャドウを使っている私も、彼のおかげで新しいメイクの楽しみ方を知った。 YSL のイベントに参加することでまるで新しい世界に足を踏み入れたような気分になれたこのような特別な体験は翔君の存在があってこそのものだろう彼がアンバサダーとして活躍することで YSL の魅力がさらに引き立っているポップアップストアでの体験も忘れられない思い出となった各ブースで撮影してくれたスタッフの方々や他のファンとの交流がとても楽しかった 翔くんのおかげで、このような素敵な瞬間を過ごすことができたことに感謝している。朝早くから、翔くんのストーリーを見ていると、彼がどれだけ一生懸命に仕事をしているかが伝わってくる。最近、彼が少し痩せてきているように見えることが心配ではあるが、それでも彼の姿勢や努力が、ファンの心に深く響いていることは間違いない。YSL とのコラボレーションも、本当に素晴らしいものだ。 彼の登場によって YSL の魅力がさらに引き立っている。ブラックスーツに身を包んだ彼の姿は一層輝きを放っている。YSL のイベントは多くのファンにとって特別な時間となり、そのにぎわいぶりがうかがえる。翔くんからの朝の投稿はまさにファンにとってのエネルギーチャージだ。そのブラックの衣装は彼の魅力をさらに引き立て、イベントの盛況を物語っている。 遠方からでも彼の投稿を見ることでまるでその場にいるかのような気持ちになれるのは本当に嬉しいことだファンの一人として彼の成功を心から応援しているそして彼がこれからも変わらずその素晴らしい姿勢で頑張り続けることを願っている翔くんのストーリーは毎日の小さな幸せを感じさせてくれるものでありこれからもずっと応援し続けたいと思う 彼の存在が私たちファンにとってどれだけ大きな励ましとなっているか、その感謝の気持ちは言葉では表しきれない。しかし、彼の努力や誠実さが私たちの心に深く刻まれていることは確かだ。翔くんが YSL のアンバサダーに選ばれたことで、彼のファンだけでなく、YSL の愛好者たちも新たな魅力を感じている。彼の影響力は単なるファッションアイコンにとどまらず、 彼の生き方や価値観が多くの人々に影響を与えているのだ。YSL の製品を手に取るたびに、将軍のことを思い出し、彼のように前向きに生きようとする気持ちが湧いてくる。イベントに参加することで、将軍の影響力を直接感じることができた。彼のファンとして、彼と同じ空間で過ごすことができるのは本当に幸せなことだ。彼のストーリーや投稿を見ることで、 日々の生活に彩りを添えてくれる。その存在は、私たちにとって欠かせないものとなっている。翔君の魅力は、彼の外見だけでなく、内面からも溢れ出ている。彼の誠実さや努力する姿勢は、多くの人々に勇気を与え、その影響力は計り知れない。彼がどれだけ多くの人々に影響を与えているか、そのことを考えると、彼の存在の大きさを改めて実感する。 彼がこれからもその魅力を発揮し続けることを願いながら、私たちファンは彼を応援し続ける。彼のストーリーや投稿を通じて、私たちは彼の成長を見守り、共に歩んでいくのだ。翔くんの存在が、私たちにとってどれだけ大きな励ましとなっているか、その感謝の気持ちは言葉では表しきれない。しかし、彼の努力や誠実さが、私たちの心に深く刻まれていることは確かだ。 翔くんが私たちにとっての光であること、その存在がどれだけ大きな意味を持つかを再認識しながら、彼の活躍を見守り続ける日々は、まるで一つの冒険のようだ。彼の一挙手一投足が話題となり、ファンたちの間で共有される。その過程で、私たち自身もまた、彼と共に成長し、新たな視点や価値観を得ることができる。彼の活動が多岐にわたる中で、 特に印象的だったのは YSL とのコラボレーションだ。YSL の製品を手に取るたびに、将軍の顔が思い浮かび、その美しさや洗練されたスタイルが脳裏に焼きつく。彼の影響で、メイクやファッションに対する考え方が変わり、自分自身ももっと自信を持って外見を磨こうという気持ちが芽生えた。YSL のイベントに参加した時のことを思い出すと、その場の華やかさや興奮が蘇り、 翔君の存在がどれだけ私たちにとって特別なものであるかを再確認する翔君のストーリーや投稿はただの情報発信ではなくファンとの大切なコミュニケーションの一環だ彼が何を考えどのように感じているのかが垣間見えるその瞬間が私たちにとっては非常に貴重なものである例えば彼が最近痩せてきていると感じた時その心配を共有し 彼の健康を気遣う声がファンの間で広がる。これこそが、翔くんとファンの強い絆を物語っている。彼の真摯な姿勢や努力する姿は、ファンにとって大きなインスピレーションだ。毎朝、彼のストーリーを見ることで、一日を前向きに始めることができる。彼の成功や成長を見ることで、自分自身ももっと頑張ろうという気持ちが湧いてくる。特に印象的なのは、 彼がどんなに忙しくてもファンへの感謝の気持ちを忘れず、常に真摯に向き合っていることだ。ある朝、彼がブラックスーツを着て登場した時、その姿に息を呑んだ。まるで映画のワンシーンのようなその光景は、多くのファンにとって忘れられない瞬間となった。その日、YSL のイベントに参加したファンたちが、彼の登場に歓声を上げ、感動の涙を流す姿が SNS に多数投稿された。 彼の存在がどれだけ多くの人々に喜びと感動を与えているかがそこにはっきりと映し出されていた翔くが YSL のアジアアンバサダーに選ばれたことで彼の影響力はさらに広がりを見せている彼のファンだけでなく多くの人々が彼の魅力に気づき YSL の製品に興味を持つようになったその結果 YSL の売り上げも大きく伸び 彼の存在がブランドにとっても大きなプラスとなっていることがわかる。これは彼の魅力がただの外見にとどまらず、その内面から溢れ出るものだという証明でもある。YSL のイベントに参加した際の思い出も忘れられないものとなった。各ブースでの撮影や他のファンとの交流がとても楽しかった。翔くんのおかげで、このような素敵な瞬間を過ごすことができたことに感謝している。 朝早くから彼のストーリーを見ていると彼がどれだけ一生懸命に仕事をしているかが伝わってくる最近彼が少し痩せてきているように見えることが心配ではあるがそれでも彼の姿勢や努力がファンの心に深く響いていることは間違いない翔くんの魅力は彼の外見だけでなく内面からも溢れ出ている彼の誠実さや努力する姿勢は多くの人々に勇気を与え その影響力は計り知れない。彼がどれだけ多くの人々に影響を与えているか、そのことを考えると、彼の存在の大きさを改めて実感する。彼がこれからもその魅力を発揮し続けることを願いながら、私たちファンは彼を応援し続ける。彼のストーリーや投稿を通じて、私たちは彼の成長を見守り、共に歩んでいくのだ。